竹原春朝祭は、江戸時代中期から、後期の大阪の浮世絵師。大か春占いの門人で坂本浅代祭に学ぶ。姓は、竹原、本生は松本、名は信主家。俗称は、門継、春朝祭とゴース。伏見や、四郎氷絵町に住んでいた。明和から関世紀に活躍しており、名所図の絵師としてよく知られている。 明和5年間で、マスタニ学作の浮世像詩、加古川本造項目5巻5冊の挿絵を皮切りに、明和6年頃刊行の、上南馬宮再礼行列記、中来金良作、世間株式など、大阪の半元マスやオクラの画工を務める。教科本の例としては、安永6年刊行の絵理本、教科根さめの花一冊が挙げられる。安永年にされた、何話の眺めは、 大阪名所、旧跡、名物案内の図に、俗に近き異物を選び、簡潔な説明や教科を添えて 33K を描く。その絵は、柔和な人物、風俗描写と、写実的な風景画からなるもので、後の名所図への選駆を成す重要な作である。さらに2年後の安永9年、秋佐鳥島とコンビを組み、都名所図へを発表。 本格的な風景版画の領域を開拓し、非常な人気を博した。以降もこのコンビで、天明7年刊行の、周囲と名所図絵完成3年間の、山と名所図絵完成8年の、泉名所図絵完成9年、東海道名所図絵完成8年と10年、摂津名所図絵など続々と出版している。名所図絵の他にも浮世像紙や教科本などに幅広く、 挿絵を描き、天明五年観光の高田制度作の往来物、大成百人女用袋一冊や、完成四年観光の自画作の話本、あくび止め三冊などがある。没年不詳だが、完成末年あたりとされている。門人に春朝祭のこの竹原春千祭がいる。情報発生の風景画は、従来か小評価されがちであるが、 春朝祭は、名所杖が流行する短所を作り、それが後に、江戸へも普及して、谷文町の日本名山杖などを生み、さらに、葛飾北祭、歌川広重らが出現する土壌を作り上げたと言える。ありがとうございます。